耳の外側、反対もやって
昼寝に使うとだいぶすっきりして起きれていいなって思いました。寝る前に聞いてもらえるようにっていうのをコンセプトに作ってるので、いつもね、なんかこんばんはとかおやすみっていう形で作ってるんだけど、昼間のお昼寝にぴったりじゃんってちょっと自分で実感してしまいました。その後ね、頭すごいすっきりして仕事に臨めたので、万々歳だったんです。
今年度末ですけど、皆さんはやっぱりこうお忙しいんですかね。よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。見てね。